トウモロコシは1本を半分に切ります。この方が加熱ムラがありません。1回水にくぐらせて向かい合わせに置いて電子レンジで5分加熱します。今回はゴールドラッシュという品種ですが、トウモロコシは品種によって多少加熱に差が出ます。もし硬いようでしたら少し加熱時間を足してみてください。電子レンジで素材を加熱する場合には素材の重量や形によって加熱時間が違うことがありますので、加減して加熱してください。